美しく生まれたばかりに、小川未明咲く。寂しい暗い谷を前に控えて、こんもりとした森がありました。そこには、いろいろな小鳥がよく集まってきました。秋から冬へかけて、そのあたりは一層寂しくなりました。森は陰気な顔をして黙っていました。その時、眠りを覚まさせるようにいい声を出して、コマドリが鳴きました。これを聞くと森は元気づいたのです。あの美しいコマドリが来たな。どうかこの森に長くおってくれればいい、と子たちは思ったのでした。多くの子たちは自分の枝へ毎日のように来るたくさんの小鳥たちを知っていました。しかし、どの鳥もコマドリのように美しく、そしていい声を出して鳴くものがなかった。どうか私の枝へ来てコマドリは止まってくれないものかな、と一本の子たちは考えていました。ちょうどその時、そこへ飛んできたのは、山柄と四十からでありました。大変に寒くなりましたね。峰を吹く風は身を切るようです。しかし、この森は奥深いから、いつ雪になっても私たちは安心ですが、と鳥たちは話をしています。子たちはそれを聞くと、自分も実に寒くなったように身震いをしました。四十からさん、山のあちらは荒れていますか？そういえばもう雲行きが早くてすっかり冬ですものね。また雪の中にうずもれることを考えると全く嫌になってしまいます。あなたたちは幸せ者ですよ、と。しみじみとした調子で子たちは言いました。山柄はその枝で一度もんどりを打ちました。私たちが幸せだって？それは違いますよ。一日風に吹かれて駆け回っても、この頃は虫一匹見つからないことがあります。それに、これからは雨風に追われて、あちらへ逃げて、こちらへ逃げなければなりません。と、山柄は答えた。だってそうして自由に空を飛べるのじゃありませんか。私たちは永久にここにじっとしていなければならない運命にあります。こうして毎日、同じような谷川の音を聞いていなければなりません。宣告でしたか、コマドリさんの歌を聞きましたが、いつも良い声ですね。と、子たちはうっとりとして言いました。本当にあのコマドリこそ幸せ者です。どこへ行っても森や林に可愛がられます。森中の子たちがどうか自分の枝に来て泊まってくれればいいと思っている。私たちがせっかく一夜をそこに明かそうと思って泊まると、枝が意地悪く夜中に私たちの体を揺すって振り落とそうとする。それに比べれば同じ小鳥と生まれて、コマドリは本当に幸せ者であります。と、2羽の小鳥は口々に言いました。子たちはさすがに、気恥ずかしく感じずにはいられなかったのです。いえ、私だけはそんな意地悪ではありません。誰でも私の枝に来て泊まってくださればありがたく思っています。どうかこんな寂しい日はよそへ行かずにここにいていろいろご覧なされた面白い話をしてくださいませんか？と子たちは頼みました。この時、風がまたひとしきり強くなった。山柄は驚いて飛び立とうとして、それよりは私は昨日峰のあちらでハヤブサに狙われた。もう少しで捕らえられようとしたのを、茨の藪に逃げ込んで助かったが、
こうして風が不意に吹くと、またハヤブサに狙われたのかと思ってびっくりする。と、四十からに言うとなく、一人で思い出して言いました。本当にそうした話を聞くと、自由に空を飛べるあなたたちにも、いろいろな苦労があるのですね。と、子たちは同情しました。いつしかあたりは暗くなっていった。そして、谷川の水が相変わらず単調な歌を歌っているのが、あたりがしんとすると、一層はっきりと聞こえてきました。空を見ると、雲切れがしているその間から、一つ星が大きな目で下をじっと見下ろして、木立に止まっている小鳥たちが、熱心に風に動く枝と話をしているのに、耳を澄まして聞いていました。ねえ、空のお星様、ここに、いつもこうしてじっとして動けない私たちと、この可愛らしい小鳥さんたちと、どちらが幸福なものでしょうかね。何事もあなたは分かっておいでなさると聞いていますが、どうか教えてくださいませんか。と、まだそんなにこの森の中では年を取っていない子たちが、快活に星に向かって尋ねました。星は急に問いかけられて、忙しそうにまばたきをしました。それからじっと態度を済まして落ち着いた調子で、地上に住む者は良いも悪いもない。みんなの運命は同じなんです。と答えた。すると今度は小さな四十からが黙っていなかった。星さん、おじさん、そうじゃないでしょう。いい声のコマドリはどこへ行っても森や林たちばかりでない、人間からも可愛がられます。私は、ああいういい声を持って美しく生まれてきたものが幸福だと思わずにはいられません。と言いました。子たちは四十からの言葉にしきりに同感をして頭を振っていた。すると星は一段と清らかな光を増して、大きな目を見張ったように、そう思うのも無理はありませんが、どうしてそれが終生の幸福だと言われますか。そのためにいいこともあれば、また悪いこともある。空から見ているとよくわかりますよ。と星は答えたのです。風はますます強く吹いてきました。黒い雲が出ると、せっかく覗いた清らかな星の光も跡形もなく隠してしまいました。小鳥たちはついうかうかとして時の経ったのに気づかなかったが、全く暗くなってしまうと、おのおのの友達のいるところを探してあちらとこちらで呼び交わしながら森の深くへ入って行きました。あくる日の暮れ方のこと、雪がちらちらと風に混じって降っていました。コマドリは一人いい声でこの子たちに止まって泣いていました。ご覧なさい。あなたが泣きますと他の鳥たちはみんな黙ってしまうではありませんか。たまにこうしてあなたが訪ねてきて泣いてくださるので、私たちは寂しいこんな山の中にいても慰められるのです。今夜は雪になりそうです。晩はこの森の奥へ入っておやすみなさいまし。と、子たちが言いました。昨日はあちらの山に行ってみました。夕焼けが赤かったから雪になろうと思ったのですよ。自分の歌が西の空へ響くような気がしました。と、コマドリは自分の声を自慢したのです。コマドリさん、本当に今夜にでも雪が積もったら、明日はあなたは麓の方へ行ってしまわれるでしょう。そうすれば、また春が来るまであなたの歌を聴くことができないのです。どうかもう一つ歌ってくださいませんか。と、子たちは頼みました。コマドリは
寒い風に吹かれながら谷の方を向いてほがらかにさえずり始めました。この時あちらから矢を射るように黒いものが飛んできたかと思うと、コマドリは思わずすくんでしまった。それと一緒に子たちはあっと言って声を上げました。ハヤブサがコマドリを狙ってそれを捕らえたからです。なぜ早く森の中へ隠れなかったかと子たちは気をもんだけれども、はや何の役にも立たなかった。ハヤブサさん、どうかそのコマドリの命だけは取らないでください、と子たちはハヤブサに訴えました。あまりこいつがいい気になって自分の声を自慢するからさ、とハヤブサはコマドリを片足で押さえつけて言いました。何もあなたに悪いことをしたのではありますまい。私が頼んで歌を歌ってもらったのです。あまり今日はあたりが陰気で寂しいものですから、と子たちは頼みました。はやぶさは目をくるくるさしていましたが、本当に寒い寂しい日だな。こんな日には小鳥どもも目につかない。こいつは見たところはきれいだが毛色ばかりで肉がまずいので、あまり俺は好きでない。そんなにお前が言うならこいつの命だけは助けてやろう。その代わり今度小鳥がここへ飛んできたならお前は頭でも振って俺に知らせてくれい、とハヤブサは言いました。子たちはコマドリが助けられたので嬉しく思った。しかしハヤブサはすぐにコマドリを離してやろうとはしなかったのでした。お前の命は助けてはやるが、今夜一晩こうして俺の足を温めさせろ、と言ってハヤブサは両足でコマドリの体を踏みつけたのでした。コマドリの体は押しつぶされそうになって声も立てられなかった。子たちは何という残酷なことをするものだろうとこれを見るのに忍びませんでしたが、じきに暗くなってすべての光景を夜が隠してしまいました。夜がほのぼのと明けかかったとき、子たちはコマドリがどうなったかを見ると、ハヤブサはもはやそこにはいませんでした。あちらの峰の方へ早起きする小鳥たちの声を聞きつけて、これを捕らえて飢えを満たすために飛んでいってしまった後です。そしてコマドリだけが哀れげな様子をしてくちばしで自分の体の毛の乱れを直していました。子たちは気の毒に思って声をかけることもできなかったのでした。ちらちらと降った雪を正常に照らして朝日が昇りました。コマドリは早々に子たちに別れを告げて麓の方を指して急ぎました。その後へ先日のシジュウカラが飛んできて、子たちからハヤブサとコマドリの話を聞いて小さな首を毛の中にすくめたのです。コマドリは町へ行っても殺されるようなことはありますまい。しかし先日のお星様の言ったように、何が幸福となりまた不幸となるかもしれませんね。私どものように誰から褒められるということのない代わり、自由に空を駆けることができるのが幸せであるかもわからない。こんな皮と骨ばかりの私どもをハヤブサだって狙いはしますまいから、と言ったのです。ちょうどこの時コマドリは平原の上を飛んでいました。見渡す限り初雪に彩られて白い世界の中を金色の帯のように川が流れ、田んぼは獣の背中のようにしまめを作っていました。
昼ごろのこと、コマドリは地平線の彼方に浮かび出た華やかな町を見ました。まあ、なんという輝かしい町だろう。人間がここに住んでいるのだ。山にいるとき、よく他の鳥たちが、お前さんは羽の色も美しいし声もいいから、人間にも可愛がられるだろう、と言ったことがあった。もし人間が、私を可愛がってくれるなら、私はどんなに幸せかしらん。と、コマドリは高い木に止まって、独り言を言いました。町の建物は、日に輝いて、煙突から白い煙が面白そうに、雪晴れの下、青い空に流れて消えていました。この時、スズメが、軒場の方から2羽飛んできて、コマドリの止まっている下の方の枝に止まって話をしていたのです。あの美しいお嬢さんの家にいたのと同じ鳥じゃない?この言葉を聞きつけたコマドリは、スズメの方を見下ろしました。そこには見慣れない2羽の鳥たちが自分の噂をしていたのでした。スズメは、山の奥には住んでいなかったからです。もう一度、今のお話を聞かせてくださいませんか?と、コマドリは優しく言いました。するとスズメはおしゃべり者ですから。この町で一番立派なお家なのです。そこのお嬢さんは評判の美人ですが、あなたと同じ鳥が、この間まで可愛がられて飼われていたのですよ。それがこの頃、逃げたと見えていなくなったのです、と言いました。それはどのうちですか?あの森の中に見える高いうちがそれですよ。コマドリはいいことを聞いたと思って、すぐにその家の方へ飛んで行って、そして庭の桜の木に止まって、いい声を出して泣きました。たちまち窓が開いて美しいお嬢さんが顔を出しました。まあいいコマドリだこと、うちのが帰ってきたのかもしれないわ。と言ってお嬢さんはきれいなかごの中へコマドリの好きそうな餌をチョコに入れてかごの戸を開けて木の下へ出しました。コマドリは木の上でこれを見ながらしばらく考えていたが、だんだん下へ降りてきました。そしてとうとうそのかごの中へ入ると首を回してうちの様子を眺めました。この時お嬢さんが飛んできて戸を閉めてしまいました。コマドリはかごの中へ入ってから、なぜ今までのコマドリはこのかごの中から逃げていったのだろうかということを青空を見ながら考えたのです。すると彼は急に自由を失ってしまったことに気がついて、カゴの中で騒ぎ始めました。少し暗いところへ置いた方がいいわ、と、お嬢さんは奥の座敷へカゴを持ってきました。コマドリは初めて人間の住む家の内を見るので、珍しそうに見回していました。そのうちにまたたちまち悲鳴を上げて狭いかごの中で狂い出した。あちらでハヤブサがコマドリを睨んでいたからです。しかしそれは床の間にかかっている掛け物の絵であることがわかりました。そしてこの小さな鳥でも人間は何でも人間以外のものをおもちゃにするが、めったに幸福を与えるものではない。幸福というものは自分だけの力で得られるものだと悟ると、今までいろいろと目に描いた美しい空想は消えてしまった。コマドリはやはり恐ろしいハヤブサの住んでいる山の中が恋しくなりました。そして今となっては取り返しのつかない自分の早まった生活を後悔したのであります。